ここはどこですか？めちゃくちゃ楽しいところらしいね。いっぺんに20名以上渡ったら危ないって、うん、結構楽しみにしてたでしょ。誰が？あなた。なんだかんだ言って実は楽しみにしてたやん。私渡ってもなんか怖くて途中で引き返すタイプやから何度来ても無理ね、うん、お茶管理してるやん。え？管理してるやろ。人数をおじさんやはり20人で渡ります。ほらここでなくなった人が。帰り戻ってくる。行きます。絶対20人オーバー歩いてるよ。晴れるかな。はい、お疲れ。ほら、余裕やんか。ほら結構揺れますね。いやー、怖い。何分かかってる。怖い。あー、怖いです。本当怖いし。はいはい。なあ、思い出して。怖い。ここほら落ちそう。揺れてる。ちょっと嫌や。はい。はい、真ん中歩いて、真ん中。真ん中。あとちょっと。まだちょっと少し食ってんし。え？あーた。あ、人生初体験。追い越してもらうか。ほらほらほら。大丈夫。おばちゃん怖くて。大丈夫。ほら見てみ。おばちゃん怖くて。いやいや、俺がずれただけ。こもと。こうしよう。あ、こぼちゃん来てるよ。走ってる。ちょっと待って。早く行こう。ちょっと待ってよ。しないぞ。あー、ここから揺れてる。あ、下網ないんや、これ。って喋らんと。いいここと、ここを踏んで歩いたら大丈夫ですよ。あ、ありがとうございます。一歩目で、はい、一歩目ちょっと後ろ。なるほど。私そこに巻いてるから、キャンピングカーこっちに巻いてるし。頑張った。ケーブルカーとかないですか？ないです。よかったね。あ、怖かった。すごい手に手汗すごいよ。ねえ、ちっちゃい子の方が強いな。どうでした？よく渡ったね。渡ったやん。初めてよね。初めて。怖かった？ちょっとお茶飲む。すごいね。まつ寿命を縮まった。はい、すいません。楽しかったでしょ。一応20名以上で渡ること危険です。21人目やったらどうしよう。落ちますわ。ねえ、あ、怖い。ちょっと車で行く。橋ができてからそういう死亡事故はないですよね。渡っててはないです。
自分で落ちたい人だけ。落ちる人はどうしようもない。やっぱあるんやな、落ちたい人が。さあ飛べるともできたんだよ、ね、あもしかして泳げるかなと思って暑かったんですかね。きっとそうだ、うん、怖いって行くのがやっと渡ったのに。あほら少ないうちに行こう。頑張りましょう。はい、ありがとうございました。はい、ちょっとここもとこ私からこれやる。落ちた人はいないから大丈夫。そうやで。でも21年目1人目になると落ちるっておじさんよ。ほらこんな感じです。見てください、これで、これ。余裕がないの。これでも、ね、おばさん、年配の方でもね、普通にね、真ん中歩いて行ってますよ。すごいね。長さが何メートル？290？297 メートル。真ん中。すごいね、手汗。よくよく地面に足をつけて生活した人やね。地に足つけ、地に足つけて。地に足つけてね。うん。エレベーターも嫌いやし。ねえ、こんな感じです。よいしょ。そうなるの。あ、こんな。いやでもここはね、無料で、まあ駐車場500円やけど。怖い。いや、めっちゃ怖い。帰り来たね。来た来た。帰りの方が早いわよ。うん、早いでしょ。ちょっと帰りの方が早いわ。鉄壁腰ですけど。腰がこう曲がってるよね。あ、なぜ帰る早い。早いね。軽いよ、歩き方が、うん、やっと何こう解放されるっていう、うん、正直これジャンプしたらどうなるの。あかんよ、ジャンプしたらあかんって書いてある。あ、そうか、知って。あ、ほら、ほら、ワンちゃんまでほら歩いて。ワンちゃんも頑張ってる。頑張れ。待ってちゃん、だって走っていくんじゃん。走っていく、走っていく。あ、てか足落とす。あ、ほんとや。足引っ掛ける。あ、帰り早かった。あ、慣れてきたね。慣れてきた、もう一回いける。めっちゃおもろいやけど、っていうか、この勢いやばでもさ、息より帰りの方が絶対いい。やっぱ気持ち的に。あ、帰ってきた。あ、しんどい。よいしょ、よいしょ。手がガチガチ。こっちは手がガチガチ。はい、ご感想。あ、生きてきた中で3番目くらいに怖い。解放されました。あの、かなり怖そうです。ほら私と一緒や。頑張ってる。もういいですか。行きましょう。いや、というか、もう渡りたくない。あ、もういいです。もう二度と渡りたくない。ちょっと怖い。帰りはでもだいぶ慣れました。はい、余裕やね。はい、ぜひ皆さん行ってみてください。全然怖くないもんね。もう全然大丈夫。余裕、余裕やね。余裕怖かった。名前にもこうにゃんとけばいい。いただきます。ありがとう。